はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回はこちらモンストやっていきたいと思います。ということで、今回は、モンストやっていくんですけども、モン玉ガチャですね。こちらを引こうかなと思います。まあ、前回はレベル4までしっかりと貯めたんですけど、今回の、対象が、ヒミコなんですね、レベル4で。で、レベル3で信長 X と。で、信長 X もね、まあ、神化じゃなくて、重心化。もうまだ期待できるんですけど、まあどうせ出ないかなっていうところで、まあここで引こうかなと思います。まあ卑弥呼は2体持ってるんで、まあもういいかなっていう感じで、まあここまで貯めてもどうせ出ないだろうっていうことで、まあちょっとここでもう引いちゃおうかなと思います。でオーブが減ってるんですけど、超重心で10連引いちゃいましたね。10連引いたというか、まあ単発で1回だけって思って引いてたら、星5ちょっと出るまでやりたいなーって思ってやってたら、もういつの間にか10回引いてて星5ゼロっていう結果になってしまいまして、まぁ、ちょっとここでもう星5一体欲しいと思って引いちゃいます。はい、まぁ、ちょっとやっぱ最近星5来てないんで、まぁ欲しいかな。本当に10回引いて星5ゼロとは思わなかったからね。久々に単発で引いたんだけど、動画外で。おーおーおお、待ってこいつ何だっけ。宮本武蔵。これ、いいやつよ。普通に。ちょっと待って。ちょっと調べます。はい、ということでね、調べてみたんですけど、結構ね、宮本武蔵良かったですね。まあ、多分、すぐ、神化できるかな、わかんないよね。まあ、とりあえず、神化がいいということで、神化が、重力バリアと、闇属性キラー。で、進化が闇属性キラー M。まあ、火力出したいんだったら、まあ、進化でもいいけど、まあ、重力あった方がいいからってなると、やっぱ神化かな。まあキラーはあるから全然、うん、ということで、まあ神化にさせようかなと思います。結構ねいいかなって感じだね、うん、20回と40回に覇者の塔を使いますね。まだ40回行ったことないんだけど、まあ次やるときに、まあ行けたら使えるしいいですね。神化素材が何なんだろう。まあとりあえず、まっすぐ揃えて神化させたいなと思います。あ、神化素材これか。まあまあすぐ集まりそうっちゃ集まりそうだけど、まあとりあえず、まあ、集めてみようかなと思います。であとね、なんかさっき来てたニルバーナをやったんですけど、この3体でやったんですけど、まあすぐなんか意外と勝てましたね。僕多分爆絶とか超絶って、その爆絶の最初の日のなんだっけ、忘れたけど名前、爆絶のが最初に一番最初に出た時ぐらいに一回やったかやってないかぐらいで、そっから多分超絶爆絶とか何も一切やってなくて、モンストとかも結構ログインしてなかったんで、そっから出た超絶爆絶では初めて勝ったのかな、ニルバーナ。今回これは結構、まあ、適戦を育てたっていうところで、まあ、結構楽に勝てましたね。はい、という感じで、今回は、モン玉ガチャをね、レベル2で引いてみました。まあ、宮本武蔵結構いいんじゃないかなと思います。早速ね、育てて、使ってみようかなと思います。またね、まあ、ガチャとかもね、年末、とかね、結構来ると思うんで、あと、モン玉じゃない、オラ玉かなんか来るんだよね。映画館行くともらえるってやつ。あれもね、まあ、できれば毎日とか行って、39連最大引けるので、そちらの方も動画にしていけたらいいかなと思っております。39連ってね、結構いいの出やすそうだしね。ちょっと引いていこうかなと。星51体はさすがに出ると思うから、ちょっとそちらの方も動画にしていこうかなと思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。